ご視聴の皆様いらっしゃいませ、海夏です。ドラゴンクエスト11初見プレイ全縛り中の4回目の動画になります。前回街中探索して、今回は城に行くところから再開ですね。待て、止まれ。旅の者よ、一体何の用だ。海夏は自分が勇者であり、王に会いに来たことを話した。まあ笑うよね。ふざけたことを言うな。お前が勇者であるはずがなかろう。さあ、とっとと帰れ。俺たちは忙しいんだ。何？その首飾りを王に見せたいと申すか？わかった。待っておれ。先ほどは大変失礼いたしました。国王がお待ちですので、どうぞお入りください。さあ、どういう展開になるのか。お、デルカダール城。ついに勇者様が。デルカダール王がお待ちです。玉座の前はこちらの階段を上がり、まっすぐお進みください。まあ、寄り道するけどな。俺はわしが生まれる前からずっとここにある気でな。手入れをしなくても美しい姿を保つのじゃ。村にもあったね。この木に巻きついた根からは何やら不思議な力を感じる。16年前にデルカダール王はユグノア王国を訪れたんだ。だけどユグノア王国が魔物に襲われてね。その時王と共に訪れていたデルカダールの王女様が亡くなられたのさ。嘆かわしいことだよ。それが母親か？どうなっとるんじゃ。デルカダール王に用があって遠路はるばるここまで来たというのに、客が来たからと追い出されてしまったわい。まったく、わしは後回しにして王に会えるとはどこの誰じゃ。よその国の王が来たとでも言うのか。まあそれは怒るわな。ありえないわ。私たちこれでも名高い貴族なのよ。それを急に追い出すなんて、ここの王様は礼儀はなってないわね。こういうのはよくいるけど、ああはなりたくない見本やな。赤い本、教典デルカダール王という本だ。歴代の王室を見てきた私に言わせれば、現デルカダール王は王として必要な資質を全て持ち合わせた希代の帝王だと言える。民衆に対して時に優しく、時に厳しく、父親のように接するその姿を見るがいい。まるで古の西王のようではないか。十数年前の事件から顔の険しさが増したが、それは王女の不幸があってのこと。それを責めるのは酷というものだ。むしろ愛する家族を失った悲しみを乗り越え、民を導くデルカダール王の姿勢こそ、まさに王の王たるゆえんだと言えよう。この書き方だと一体何代の王様かわかんないよ。お、宝箱。ほら、開けるんじゃない。自慢の土産物が入っておるんじゃ。傷をつけたらただでは済まさんぞ。はい、すいません。わしはこう見えても大富豪でな。この国の王に土産物を持ってきたのに、客が来たとかで後回しにされたわい。つまんな。お、ここにも。チャンスない。赤い本、ロトデタシアの地理国家編という本だ。
ロトテタシアに存在する大小様々な国家の中でも、各地方を治める5つの国家は五大国と呼ばれ、人々の尊敬を集めてきた。歴史深きユグナは、不動の峡谷デルカダール、騎士の国サマディ、美しき雪の都クレイモラン、そして花と芸術の王国バンデルフォン。これら五大国は定期的に五大国会議と呼ばれる協議会を開催して、諸問題に向き合い、世界の国々を導いてきた。妙ですね。あなたがお城に来たことで、妙な緊張感が城を覆っているような、気のせいですかね。なんかあんまり、あれか、いい感じにはならなさそうな雰囲気か。王女様のお部屋です。こちらは亡き王女様のお部屋です。立ち入りはご遠慮ください。もしかしたら母親かもしれなかった人の部屋。お会いできて光栄です。勇者様の来訪に我がデルカダール王も大いに喜んでおられます。なんだろう、兵士はそう言ってるけど、さっきの人なんか妙な雰囲気言ってるからな。怪しいな。左右の階段から3階に上がりますが、これといったものは特にありません。今は王に会うことが先決でしょう。お、そう言われたら行くしかねえな。あの赤い星は、空に輝くあの赤い星は勇者の星と呼ばれています。なぜ勇者の星と呼ばれているのかは明らかにされておらず、多くの学者が勇者の星の謎を解き明かそうとしています。どこ、あれか、村でも一回見たよね、イベント中も。行きましょう。物々しいね。将軍二人もいる。旅の者よ、ようこそデルカダール城へ。ユグノワの首飾りか。よくぞ来た、旅の者よ。わしがデルカダールの王である。こうしてそなたが来るのを長年待っておった。ようやく会うことができ嬉しく思うぞ。その首飾りを携え王であるわしに会いに来たということは、そなたは自分の素性を知っておろう。もしそなたが本物の勇者であるならば、おそらく手の甲にあざがあるはず。うん、そのあざこそ勇者の印。そなたこそあの時の赤ん坊。皆の者よ、喜べ。今日は記念すべき日。ついに伝説の勇者が現れたのじゃ。一応歓迎ムードか。時に勇者よ、そなたはどこから来たのだ。そなたをここまで育て上げた者に礼をせねばならん。教えてくれぬか。ルミナツは医師の村で育ったことをデルカダール王に伝えた。なるほどな、医師という村か。ホメロス、しかと聞いたな。はい、しかと聞きました。あのような峡谷地帯にそんな村があったとは。あんまり離れてないのに知られていないんだと。ホメロスよ、わかっているな。あとは任せたぞ。これは村が襲われるフラグだな、きっとな。嫌な予感しかしねえ。はっ、もう振り向き方かっけえな。ここで兵を連れていく時点でな。そして BGM を不穏なものもうこれはあかんやろ。まさか一人で乗り込んでくるとはな。
何を企んでいるか知らんが、貴様の思い通りにはさせんぞ、勇者め。勇者と分かっていて、グレイビオ、その災いを呼ぶ者を力鬼ぶち込むのじゃ。あ、これ前回読んだ本の地下か。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地に仇をなす者、勇者こそが邪悪なる魂を復活させる者、勇者と魔王は表裏一体なのじゃ。なんだって。我が王はあのような聡明なお方、勇者が何者であるか分かっておったのだ。お前には不運であったな。よし、この者を捕らえよ。勇者と魔王が表裏一体とは、あれだ、ドラクエ1でもしかしたらっていう話か、それともこの王様がなんか取り憑かれてんのか。ビルダーズの勇者みたいな感じだ。悪のささやきに乗ってしまった的なね。鎖で繋がれないだけマシなのかな。騎士の村か。お前の言ったことが真実か、三日もすればわかるだろう。三日もすれば、探索に出たホメロスが戻ってくる。災いを呼ぶ悪魔の子よ。お前の命も、それまでと思うがいいだろう。とうとう悪魔の子扱いされている。勇者は、とは一体。この世界の勇者はいけんねえな。囚われの勇者、使命を果たすためにデルカダール城に向かったが、王に捕らえられた勇者に贈られる称号。称号っていうのかこれ。おい、何してんだ。あの奥にいたやつか。落ち着きな、ジタバタしてもどうにもならんぜ。誰がわからんから適当に声出るけど、相手は誰だ。あー、これトイレか。こういうトイレのお世話にはなりたくないね。ガチャガチャしよう。男か。あー、これあれか、オープニングにいた仲間か。やれやれ、想像しいな。うるさい奴が来たもんだ。牢屋に入れられたぐらいで、おろおろビクビクしやがって、しけた野郎だな。ちょっとキザっぽいキャラだよね、確かに。ところでお前、何をやらかした？ここは牢の最下層だ。よほどのことをやらないと、ここまでは入れられねえ。お前こそ何をした？ん？なんだって？自分は何もしてない？ただ勇者と名乗っただけだと？マジか！こいつは驚いた。まさか勇者様が同じ牢だと？お、早速飯が来た。あ、あっちだった。悲しい。お待ちかねの食事の時間だ。取りに来い。マジで？鎧の上からだよな。すごいぞ、こいつ。警戒心のない兵士だったな。俺の前に勇者が現れたわな。すべては、
あの予言の通りだったってわけか。来な。なんか今度フルボイス化されるらしいけど、このゲーム。誰が声当てるんかな。ちょっと待ってろ。貴様か。ちょろい。強えな。殺してはいない。ただしばらく起きないだろうな。この先、手ぶらじゃ危険だからな。こいつを装備するんだ。剣を受け取った。それからこれ、お前の荷物じゃないか？向こうの部屋に置いてあったから、ついでに取り返しておいたぜ。おお、自分の荷物も帰ってきた。俺も愛用の体験を取り返すことができた。こいつがあれば、百人力だぜ。さて、他の兵士が来る前に逃げるとするか。準備ができたら声をかけてくれ。おお、穴。どんだけ欠けて掘ったんだ。ずっとこの穴を掘っていたんだ。今日脱獄しようと思っていたが、そんな日にまさかお前が来るとはな。どうやらあの予言通り、俺は海夏、お前を助ける運命にあるらしいな。今は詳しく話してる時間はねえ。さあ、お前から先に行きな。おお、そんなところに。水路か。どこかに出口があるはずだ。背後は俺に任せて先に行ってくれ。それこそ怖くないか。見も知らぬ奴に背中を預けるとか。あー、ここの段階だとまだ一人なのね。あ、囚われの勇者になっている。おい、見つけたぞ、こっちだ。くそ、逃げるぞ。見つかると厄介だ。松明を消して俺についてこい。出て消すん。あ、勝手に消える。こっちだ。足跡でバレるよな。ついてこい。見つけたぞ、覚悟。あの橋を渡るぞ。先に行って様子を見てくれ。さあ、囲まれた。ち、しつこい奴らだ。崩れんのか。おいおい、マジか。あら、兵士も一緒にか。ああ、これ、石より先に落ちたやつ危ねえな。上から石が降ってくるぞ。無事か？おかげで兵士たちを振り切れたな。
この先から出られるかもしれねえ。先へ進もうぜ。また、マップのないエリア。あれかな、最初のボスが出てくる。いや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 。あれは絶対に、ボスじゃねえ。倒さなくていいボスだろ、あれ。ドラゴンや。なんでこんな、城下町の下に。待て。何かいるぞ。ブラックドラゴン的な。おお、これはやべえな。まともに戦って勝てる相手じゃねえ。さっさと逃げるぞ。ですよね。逃げるんだよ。いえ、くそ、逃げるぞ。ちょ、この向きで。前方に何あるか分かんねえじゃん。飛び降りる。飛び降りるぞ、みなつ。下も見ていないのに。間一髪だったな。さすがにここまでは。まあ来るよね。そりゃ来るさ。ちっ、しつこいやつだ。逃げるぞ、早く逃げるぞ。竜の住処か。お、敵がいる。敵も逃げとるやんけ。あれか、レベル上げてるからこいつら逃げてるけど、レベル低かったら襲われてるな。はい、メダルスライムいたぞ。メタルスライムが。あれも敵か。メタルスライムは戦ってみたかったけど、一人で勝てる気はしねえか。行ったか。ああ。危ねえ危ねえ。なんとか振り切ったな。しかしなんだってあんな魔物が城の地下なんかに。とにかく先を急ごうぜ。なんだ？おうおう。諦めの悪いドラゴンだぜ。うおめっちゃ前まで飛ぶんやな。助かったか。やれやれ。こんなところにいたら命がいくつとあっても足りねえ。おお、そしてまた兵士に。見つけたぞ、悪魔の子だ。おいおい、マジかよ。逃げるぞ、ユーサ様。マジで水路から行けるっぽいな。いつか倒しに来ることがあるんだろうか。やられたな。
おお、高え。いたぞ、この先だ。くそ、もう追ってが。いいか、よく聞くんだ。ここで捕まったら、お前も俺も長くは生きられねえ。行くぜよ、海夏。俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつを。おい、貴様ら、何をするつもりだ。お、ここでとうとうめくる。イケメン。俺の名前はカミュ。覚えておいてくれよな。怖え。さすがに怖えよな。下、滝があったけど。起きろ、海夏。おい、起きろよ、海夏。よう、ようやくお目覚めか。ここはデルカダールの外れにある教会だ。お前、あれからずっと気を失ってたんだぜ。勇者の奇跡ってやつを信じて崖から飛び降りたが、どうやらその崖には勝ったらしい。だが何が起きたかわからねえが、気づいた時には無傷で、崖下の森の中さ。大したもんだな、勇者ってのは。さて、これでお前も俺も仲良くお尋ね者ってわけだ。のんびり休んでるわけにもいかないが、まずは俺たちを助けてくれたシスターに礼を言っておくとするか。追われる勇者になった。デルカダールの地下牢獄から神と共に脱獄し、城の外に逃げられた勇者に送られる称号。不名誉な称号だな。あら、旅の方、お連れの方のお体はよろしいのかしら？ああ、もうバッチリさ。あんたのおかげで助かったぜ。よかった、それは何よりです。ですがお気をつけて、先ほど不穏な話を耳にしました。何でも凶悪な囚人たちが牢を脱走し、この辺りをうろついているそうです。一体どんな恐ろしい人物なのか。そいつは大変だな。それでその、街の様子はどうなっているんだ？街はなんとも物々しい雰囲気です。逃走中の二人の囚人を追って、兵士の方々が懸命に探されています。それに、あの大英雄、グレイグ将軍までもが囚人が来た、医師という村への道を封鎖しに、自ら南の渓谷地帯へ出陣されたとか。あら、ごめんなさい。不安にさせてしまったわね。大丈夫。きっとすぐに悪人は捕まりますよ。それまでは、この教会を宿と思ってお好きに使ってくださいな。ああ、そうだな。すまないが、少し世話になるぜ。海夏、外の風にでも当たりながら、これからのこと少し話さないか？名前触れ渡ってるだろうから、名前あんまり呼ばない方がいいんじゃなかろうか。石の村。聞いたこともないが、あの渓谷地帯に村があるとは驚いたな。お前はそこの出身なのか？村のこと気になるだろうが、早まるなよ。今来た道を戻ったところで、グレイグの野郎に捕まるだけだ。奴に見つからず、医師の村に行くには別の裏道を使うしかない。
俺ならその道を知っている。なんだったら案内してやってもいいぜ。医師の村を知らないのにその道は知っているっていう謎の展開まあその南の渓谷地帯に行く道っていう意味なんだろうけどね。だが先に俺の用事を済まさせてくれ。デルカダールの城下町に忘れ物があってな、そいつを取り戻しておきたいんだ。ってことは仮装に行くんかな。牢から連れ出してやったんだ。それくらいの頼み聞いてくれてもいいだろう。はい。よし、決まりだ。けどこのままじゃちょいと目立つな。待ってろ、適当なもん探してきてやる。ほら、こいつを着て顔を隠しな。兵士どもが待ち受ける城下町にそのままの格好じゃ戻れないだろ。あんま変わってねえな。お尋ね者らしくなって把握がついたじゃねえか。それじゃあ北に向かって町に戻るぞ。結局戻るのか。どうやら予言によると、俺はお前を助ける運命にあるらしい。改めてよろしく頼むぜ、勇者様。お、正式に仲間に加わりましたね。で、神はあれだね。あまり話さない勇者の代わりに喋ってくれるキャラっていう感じっぽいな。同じ男性だしね。お、ドラクエ3の戦士様、連携技か。お前と一緒にいる青い髪の男はカミュって言うんだな。お前たちはいいパートナーになりそうだ。お前とカミュなら二人で連携しないと使えない技。そう、連携技も繰り出せるだろうな。連携技ってのは特技と特技が組み合わさることで発動する強力な技だ。覚えておいて損はしないぜ。そうだな、お前と神の二人でシャドウアタックが使えそうだ。試しにそれで魔物を倒してみな。それでお前にもわかるぜ、共闘の素晴らしさってもんが。戦いの経験を積むついでにやってみるか。共闘のすすめ、導きの境界にいる戦士に神との連携技であるシャドウアタックで魔物を倒すんだと頼まれた。金のネックレス。まあ、正直な、武器もらえない限りあんまクエストする意味が。いい返事じゃねえか。一つ要注意だが、シャドウアタックはお互いがゾーン状態にないと使えないぜ。戦闘中魔物から攻撃を受けたりすると集中力が研ぎ澄まれた状態になるときが、それがゾーン状態だ。さて、もうこれ以上言うことはね。連携技シャドウアタックを使って魔物を倒したら俺のところに戻ってきな。これルーラーを覚えるまでちょっとめんどくさそうやな。ここに兵士いないのかな。さて、どこに行く？あ、これであれか、仮装に来たのか。上の城下町とは違う雰囲気で驚いたろ。ならず者たちが暮らす吐きだめ、ここもまたデルカダールの一つの顔さ。1年前、俺は相棒のデクと協力し、古代からデルカダール王国に伝わる秘宝レッドオーブを盗み出した。おっと、これはあれか、ラーミアを呼び出すのか。今なんだっけ、なんか別の名前に変わったよね。エイトからか。まあ下手を打って捕まりはしたが、あらかじめオーブは後から回収できるよう安全な場所に隠しておいたのさ。まっすぐ進んだ先に城下町のゴミを集めたでっかいゴミ捨て場がある。その奥を掘り返してオーブを埋めたんだ。奴ら自分たちが出したゴミの中に自分たちのお宝が隠されてるなんて夢にも思ってないだろうぜ。さあ、さっさと回収しに行こう。ゴミ捨て場はこの奥だ。
なるほどね。ここはデルカダール城下町の仮想、豊かさに見捨てられた町さ。あんた、ここの住民ではないようだが、こんな場所に一体何しに来たんだ？特に用がないなら、長いはしない方がいいぞ。ん？ゴミ捨て場に用があるのか？それなら仮想の真ん中あたりにあるが、食えそうなもんは残ってないと思うぞ。悲しい。とりあえず、今回はここまでですかね。次回そのレッドオーブを探して、さらに先に進んでいきましょう。ちょっと激動の回でしたね、今回は。勇者として称えられるかと思ったら魔王の子にされたっていう。なんか怪しかったけどな、途中からな。城の様子が物々しいってなったから。なんか今後、誤解が解けるといいですね。それでは今回も最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。